今回はタイトルの通り、ボアソン家庭の性質をいっぱい紹介していくで。さて、まず、はじめに、ボアソン家庭が、何なのかをざっくりお話しするで。まず、時間経過とともに、ランダムに変化する値を表すものを、確率過程と呼ぶで。例えば、株価、粒子の運動、いいね数などがそれに当たるな。どれも、時間によって、ランダムに変化するような、そんな確率過程の一つに、ポアソン過程と呼ばれるものがあるで。今回は、このポアソン過程の性質をいろいろ紹介していくで。また、紹介する定理たちの証明は割愛するで。すべて証明しては、数時間コースやからな。ただ、定理番号の横に、参考文献を毎回載せとるから、証明が気になるという人は、参考元の本を参照してな。また、これは、専門的な話になるんやけど、ポアソン過程は、セミマルチンゲール、特にレビー過程であるんやけど、それらの一般論から分かるような性質は紹介しないことにするて、あくまで、ポアソン過程だからこそ成り立つ性質、というものを紹介していくというわけやね。というわけで、導入も済んだところで、今回の動画のお品書きやで、まずはじめに、ポアソン過程の定義をおさらいするで、次が、本論、性質をいっぱい紹介するで。種類としては13種類ほどかな。そして、ポアソン過程の拡張版の紹介を行うで。これは、3種類ほど紹介するから、楽しみにしてな。最後に、参考文献やね。というわけで、まずは定義。まず、ポアソン過程という名前から推測できるように、ポアソン分布が関係するで。そんなポアソン分布の定義はこれやね。確率変数 X がパラメータラムダを持つポアソン分布に従うとは、X が K となる確率が上のようになるときやね。ポアソン分布は、滅多に起きない事柄が起きる回数なんかの分布やね。例えば、地震の回数とか、電話の着信の回数とか。さて、今日の主役、ポアソン過程を定義するで。ポアソン過程は、同値な定義がいろいろあるんやけど、今回は、うちが一番慣れ親しんどるものを勝手ながら採用したで。確率過程、NT がインテンシティラムダを持つポアソン過程であるとは、以下の5つを満たすときやで。まず、1つ目。NT は T の関数として、右連続で左極限を持つで。二つ目、N0 は0、つまり原点出発ということやね。三つ目、定常増分性という性質を持つで。これは、NT-N が NT-S と同分布になるというものやで。つまり、時刻 S から時刻 T までに変化した量は、その時間 T-S にのみ依存するということやね。続いて、四つ目、独立増分性が成立するで。それは、NT-NS は、時刻 S 以前の N と独立というものやで。つまり、時刻 S から時刻 T までに変化した量は、時刻 S 以前の動きと無関係となるということやね。ちなみに、この上4つの性質を満たす確率過程のことをレビー過程と呼ぶで。うちの専門とする確率過程や、さて、話を戻して5つ目。NT は、パラメータラムダ T を持つポアソン分布に従うで。そんなポアソン過程は、このような見本路を持つで。時刻0からスタートして、ある時間が経ったら、1にジャンプをするで。そしてまた、しばらくは1のままで、時間が経ったら、次は2にジャンプするで。そういう感じで、常に1だけ増加するジャンプを持ち、ジャンプでしか増加しないような階段状の見本路を持つで。ポアソン過程は、地震の発生回数、未成の来客人数、電話の着信数などのモデルとなっとるで。つまり、回転した時間を0とすると、しばらくは客は来なくて、しばらくしたら一人来店し、また、しばらくして二人目が来店し、というようなものを、上の見本路は表す、というわけやね。さて、定義も述べ終わったところで、性質をどんどん紹介していくで。まず、性質1。ここは、直接計算で頑張れば導ける者たちを集めたで。最初に、期待値と分散は上のようになるで。これは、NT がパラメータラムダ T を持つポアソン分布に従うことからわかるで。次に、NT の特性関数も計算できるで。これも、ポアソン分布に従うことから、計算は簡単やね。続いて、ポアソン過程は、レビー過程となるで。特に、レビ速度は、ディラック速度のパラメータ倍となるで。次に、上の2つの過程は、マルチンゲールとなるで。そして、NT のコンペンセーターは、ラムダ T となるで。次に、クアドラティック。バリエーションは、自分自身となるで。続いて、トランジションセミグループは上のようになるで。最後に、ジェネレーターは、上のような行列になるで。以上が直接計算を頑張れば出るようなものやで。さて、続いて性質2。これは、ポアソン過程同士の独立性の話やね。
NI はボアソン家庭の族とするで、この時 NI は独立であることと、それらが同時にジャンプしないことは同値となるで、例えばボアソン家庭 NI と NJ が上のような二本路を持つとするで、この二つは同じジャンプ時刻を持つで、したがって上の定理からこの二つのボアソン家庭は独立ではないとわかるな。それじゃ次の性質に進むで、性質3はボアソン家庭の和についてやで、 NI は独立なポアソン家庭の族で、それぞれはインテンシティラムダ I を持つとするで、もしラムダ I の総和が有限値ラムダに収束するならば、このポアソン家庭たちの和はインテンシティラムダを持つポアソン家庭となるで、ポアソン家庭の独立和がポアソン家庭となるという定理やけど、これはポアソン分布の再生性、つまりポアソン分布の独立和のポアソン分布に従うというものから来とる定理やね。例えば上のようにボアソン家庭が2つあるとするで、特にそれぞれは独立で、ジャンプ時刻も上のように S11、S21 と書いとるで、この時それらのボアソン家庭の和を右のようになるな。これまたボアソン家庭になるというわけやね。それじゃ次の性質に進むで、性質4はボアソン家庭の和とそのジャンプ時刻に関する話やで、全定理の設定をそのまま引き継ぐで、和で作られたポアソン家庭の最初のジャンプ時刻を T と置くで、このポアソン家庭は NI たちの名古屋から最初のジャンプ時刻 T は NI の中のどれかのジャンプ時刻となっとるで、それを達成する添え字を J とすると、 J と T は独立で、 J が I となる確率はラムダ分のラムダ I となるで、例えばポアソン家庭のジャンプ時刻が上のように与えられとるとするで、そして最初のジャンプ時刻 T は赤色のところやね。このジャンプは N2 から来ているということがわかるで、つまり J は2ということなんやけど、この確率はラムダ分のラムダ2になるということやね。さて次の性質に進むで、続いて性質5、これはポアソン家庭の待ち時間の分布についてやで、 SN はポアソン家庭のジャンプ時間を小さい順に並べたものとするで、そして便宜上 S0 は0とするで、この時 SN プラス 1-SN は IID となり、その分布はパラメータラムダを持つ指数分布に従うで、さてここで指数分布というものが登場したんやけど、まずはその説明を行うで、パラメータラムダを持つ指数分布とは上のような密度関数を持つものやで、そんな指数分布は次に地震が発生するまでの期間、次に来客するまでの時間など待ち時間を表す分布となっとるで、さてこのことを頭に入れてこの定理をもう一度見返すで、まず上のようなポアソン家庭の二本路があるとするで、そしてそのジャンプ時刻を S1、S2 と記していくで、 SN のそれぞれの間隔が IID で指数分布に従うというわけやね。まあつまりポアソン家庭の平らな部分の長さは指数分布に従うということやね。さてこの定理から最初にも言ったポアソン家庭は来客に人数を数える過程ということがわかるで、指数分布が待ち時間の分布を表すから、指数分布の時間が経った後に客が一人来て、また指数分布の時間後に客が来てということやね。そんじゃ次の性質に進むで、性質6はポアソン家庭の条件付け分布についてやで、実数 ST と自然数 N に対して NT が N となる条件の下で NS の分布は2項分布に従うで、まず2項分布に関して復習をするで、パラメータ N と T 分の S を持つ2項分布とはK となる確率が上のようになるものやで、これは成功する確率が T 分の S であるとき、 N 回試行して K 回成功する確率となっとるで、さてこの定理の解説に戻るで、時刻 T ではこの過程は N にいるとするで、この条件の下での時刻 S の分布が2項分布に従うというわけやね。特にポアソン過程はジャンプのみで増加し、そのジャンプ幅は1へから時刻 T までに N 回時刻 S までに K 回ジャンプする必要があるで、つまり N 回のうち K 回のジャンプを時刻 S までに起こして、 N 回のうち N-K 回のジャンプが残りの時間で起こるんやね。というわけでなんとなく2項分布に従ってそうやなぁと想像はできるな。さて次の性質に進むで、性質7は先の性質の拡張版やで、時刻 T までに分点を T1、T2 と K 取ってくるで、分点に挟まれとる各区間を IJ と置くで、各区間 I 内に起こるジャンプの個数を JI と置くで、この時 XT が N となる条件の下で JI1 から JIK の結合分布は多項分布に従うで、さてまずは
加工分布についておさらいをするで、和が N となる X1 から XK に対して、X1 から XK となる確率は、上のようになるものやで、特に、K が2で T1 が S の場合、多項分布は2項分布になり、この定理は、さっきの定理に一致するで。さて、この定理を図で見ると、こんな感じやね。さっきの定理の拡張やから、似たような感じやね。さっきの破分点が1つやったけど、今回は K-1個という違いやね。そして、各区間では、ジャンプが、X1 回、X2 回、というわけやね。さて、そんじゃ次の性質に進むで、性質8は、ジャンプ時刻と一様分布との関係性やで、まず、ZK は AID で、それぞれは、0、T の上の一様分布に従うとするで。そして、それらを増加順に並び替えたものを、VK とするで、また、ポアソン過程 NT のジャンプ時刻を SK とするで、この時、NT が N という条件の下で、S1 から SN の結合分布と、V1 から VN の結合分布は同分布となるで。さて、ポアソン過程の未温度が上のようになっとるとするで、この時、S たちの結合分布が、V たちの結合分布に一致するというわけやね。つまり、ジャンプ時刻は、0、T の中に、適当に N 個ばらまいたものと同分布というわけやな。さて、今の定理は、条件付け、分布が出てきたんやけど、条件付けがないバージョンもあるから、それを紹介するで、それがこの定理やね。ZK は AID で、今度は、0、1の上の一様分布に従うとするで。そして、ZK たちを増加順に並び替えたものを VK とするで、次に、NK のジャンプ時刻を SN とするで。この時、次の式が成立するで、つまり、SN+1 で割ることによって、右辺の各成分を0、1の間に収まるように正規化したんやね。さて、次の性質に進むで、性質9は確率積分を用いたポアソン過程の特徴付けやで、FT は NT から生成されるフィルトレーションとするで。そして、ZT は FT 適合な左連続過程で、次のいずれかを満たすとするで。まず、一つ目は、ZT は皮膚。もう一つは、ZT は、複素数値で上のような化石分条件を満たす。このいずれかが成立するとするで、この時、任意の T に対して、上のような等式が成立するで、特に、左辺は、ポアソン過程 NT に関する確率積分やで。まあ、ポアソン過程は誘拐変動やから、これは、普通のスチルチェス積分とみなせるけどな。さて、この定理は、逆が成立するで、それがこの定理やね。XT は、数え上げ過程とするで。これは、ポアソン過程のような、数を数える過程のことやで。そして、FT は、XT から生成されるフィルトレーション。ラムダは、正の実数とするで。この時、任意の T と、任意の、FT 適合な非左連続な確率過程、ZT に対して、上の米印の等式が成立するならば、XT は、インテンシティ、ラムダを持つポアソン過程となるで。まあ、つまり、いろいろ過程はあれど、ポアソン過程ならば、米印の等式が成立して、逆に、米印の等式が成立するなら、ポアソン過程となるということやね。そんじゃ、次の性質に進むで、性質10は、点過程とポアソン過程の特徴付けやで、点過程、特に、ポアソン点過程は、ポアソン過程の拡張版として、後で紹介するで。さて、定理を見ていくで。まず、i を、正の実数上の区間全体とするで、この時、添え字集合を i とする0以上の自然数値確率変数除く xi が次の5つの性質を満たすとするで、まず i、j が互いに排反な区間とするとき上のような加法性が成立するで、次に xi の分布は i の長さの実に依存するで、つまり同じ長さの区間 i、j に対して xi と xj は同分布ということやね。3つ目、 i1 から in は互いに排反な区間とするで、この時、XIK たちは独立になるで。4つ目、各 XI は化石分とするで。最後5つ目、上のような極限が成立するとするで。つまり、X0、Y が2以上になる確率は、Y よりも早く、0に収束するということやね。このような性質を満たす、XI に対して、XT を X0、T で定義するで。そうすると、この、XT は、ポアソン過程となるで。ちょっといろいろ書いてあって、想像しづらいかもしれへんけど、XI は区間 i に、自然数をランダムに与えるもの、
と解釈して定理を見返せば、この定理は理解しやすいかと思うで、後でも詳しく話すんやけど、この集合に対して数値をランダムに与えるというものが点火定の大雑把な説明なんよね。そういうわけで、この性質には点火定とポアソン過程の特徴付けと名付けたまでよな。さて、ほぼほぼ地名やけど、この定理は逆も成立するで、ポアソン過程 NT に対して XST を NT-NS と定義するで、この時 XI は上の定理の性質1から5を全て満たすで、それじゃあ次の性質に進むで、性質11はポアソン過程を用いた近似の話やで、 NT はインテンシティ1を持つポアソン過程とするで、この時上のような式が成り立つで、確率の中身は少し複雑に見えるけど、実はそんなに難しくはないで、まず絶対値の中身やね。右の項はポアソン過程の t を n の2乗倍し、縦に n の2乗だけ縮小しとるで、これはポアソン過程のグラフを縦と横を n の2乗倍に縮小したものと捉えられるな。そしてその絶対値の極限を考えるわけなんやね。特に t に関して上限を取ってから n に関して極限を考えとるから、これは区間0 u に関して一応収束していると言い換えられるで、まとめるとポアソン過程のグラフを n の2乗倍に縮小したものは1次関数 t に各区間で一応収束する確率は1となるな。特にこの定理のイメージ図を描くと上のようになるで、確かに n を大きくすると一次関数に近似していくことがなんとなくわかるな。さて、これは一次関数に近似する性質やけど、もっと一般の連続過程にも近似できるんよ。それが次の性質やで、性質12はさっきの性質の拡張版やで、さっきの定理では一次関数を近似しとったけども、今回は連続なレビー過程を近似するで、定理を見ていくで、 XT は高等的に0ではない連続なレビー過程とするで、そして NT は XT とは独立でインテンシティ1を持つポアソン過程とするで、この時上のような式が成立するで、これは T のところにさっきの定理でも出てきた過程を入れると、それは XT に各区間で一応収束することを指しとるな。さて、この定理に関していくつか注意を述べるで、まず XT を T とするとこれはさっきの定理に一致するで、この定理で XT は連続だと仮定しとるで。けども、実はこの仮定がない場合でもこの定理っぽいものは成立するで。ただその定理を述べようとすると少し脱線しすぎてしまうから、今回は割愛したで。さて、それじゃあ次で最後の性質やで。最後の性質13はポアソン過程と弱収束についてやで、ポアソン分布の場合にもポアソン極限定理、ポアソンの小数の法則といったポアソン分布に弱収束する極限定理があるんやけど、今回はそのポアソン過程バージョンやね。さて、定理を見ていくで、まず各 n に対して C、N、K は IID で、1となる確率は n 分のラムダ、0となる確率は 1-n 分のラムダとするで、この時 XTN を上のように定義するで、つまり T 分の K が n 以下となるような K 全体の C の和というわけやね。そうすると XTN の時刻 T が0,1の部分はインテンシティ、ラムダを持つポアソン過程 NT に弱収束するで、まあとりあえずいい感じの IID 列を考えて、その和からいい感じに過程を作るとポアソン過程に収束するということやね。さて、そんないい感じの過程 XTN がどんな感じになるかを見てみるで、まず X1 はずっと 0,X2 は半分から C2,1、 X3 は最初3分の1は0、真ん中3分の1は C3、1、後半3分の1は C3、1、たすく C3、2となるで、こんな感じで区間0、1を N 等分して後ろになるにつれ、C たちを一つずつ足していくような階段状の過程となるで。さて、これで性質は全て紹介し終わったで。20分もかかっちゃったな。最後にポアソン過程の拡張版を3つ紹介するで、どれもさらっと紹介するから、気になったら参考元を読んでみてな。まず一つ目、複合ポアソン過程、思い出してほしいんやけど、ポアソン過程のジャンプ幅は1のみやったな。このジャンプ幅に自由を利かせたもの、つまり、ジャンプ幅を実数に拡張したものを複合ポアソン過程と呼ぶで、そんな複合ポアソン過程の厳密な定義を述べるで、まず、NT は、インテンシティ、ラムダを持つポアソン過程とするで、次に、XCN は IID で、
分布 F を持ち、NT とも独立とするで、この時、XT を上のように定義するで。つまり、添え字が NT 以下となる駆使を全部足したものが XT というわけやね。こうやって作られた XT のことを、インテンシティ、ラムダとジャンプ分布 F を持つ複毛ポアソン仮定と呼ぶんやで。特に、上の定義で、駆使 N を1とすると、ポアソン仮定に一致するで。まあ、定義はこんな感じやけど、式だけじゃあんま回らんかもしれへんから、見本路を書いてみるで。それがこんな感じやね。まず、しばらく0にとどまった後に、幅駆使1のジャンプをするで。そして、また、しばらく駆使1にとどまり、そして、駆使2のジャンプが起きるで。上の図では、駆使2はマイナスということで、下側にジャンプしとるで。とまあ、そういうことで、ジャンプ幅が駆使となっている、ポアソン仮定という感じやね。さて、そんな複毛ポアソン仮定は、ディスク理論や待ち行列理論など、様々なところで用いられるで。それどころか、今回紹介したポアソン仮定の性質以上に、複毛ポアソン仮定の性質は、もっと、もっとあるで。詳しく知りたい人は、参考文献を参照してな。それじゃあ、次に進むで。続いては、ポアソン点仮定を紹介するで。まず、ポアソン仮定の見本路は、正の実数から自然数への関数やったな。直感的には、この定義域を一般の空間に拡張したものがポアソン点仮定となるで。それじゃあそんなポアソン点仮定の厳密な定義を述べるで。まず E は局所コンタクトなポーランド空間とするで。ポーランド空間とは可分で完備な距離付けが可能な空間やね。そして μ は E、B、E の上のシグマ有限なラドン速度とするで。ラドン速度とはこの場合はコンパクト集合の速度が有限となる速度のことやで。まあ、つまり、なんかいい感じの速度空間があるということやな。さて、次の条件を満たす E の上のランダム速度 X を考えるで。まず、A1 から AM は、互いに排反な加速集合とするとき、XA1 から XAN たちは独立となるで。次に、相対コンパクトな集合 A に対して、XA は、パラメータ、μ、A を持つポアソン分布に従うで。ここで、μ はラドン速度と仮定しとるから、μ、A は、有限値となることに注意してな。この時、このランダム速度 X のことを、インテンシティ、μ を持つポアソン点仮定と呼ぶで。特に、E が、正の実数、μ が、ルベーヌ速度の定数倍の時、ポアソン点仮定 X は、ポアソン仮定と同一視できるで。ここで、同一視と書いたのは、ポアソン仮定は、正の実数から自然数への関数。この場合のポアソン点仮定は、正の実数上の速度となるから完全に一致しとるとは言えないんよね。けども性質10で紹介したような1対1の対応があるから同一視できると言えるわけやな。さてポアソン点仮定を紹介したわけやけど言葉だけじゃわかりづらいと思うから図を描いてみるで。その前にポアソン仮定を点仮定っぽく捉えてみるで。まずポアソン仮定というのは時刻 t までの点の個数を数えるものであったな。特にこれは言い換えると集合 0T の上の点の個数を数えるものとなるな。また性質10により区間 ST の中の点の個数はパラメータ t-s を持つポアソン分布に従っていたな。図で書いてみるで。まず S1T1S2T2 が上のようにあるとするで。この時それぞれの区間内の点の数はそれぞれの区間の長さをパラメータとして持つポアソン分布に従うで。特にこの2つの区間は互いに排反なので性質10より、それぞれの区間内の点の個数は、独立となるで。このことを頭に入れて、ポアソン点仮定の場合を考えるで。まず、ポアソン点仮定は、その定義から、空間の集合上の点の個数は、その集合の速度に応じた、ポアソン分布に従っていたな。そのことを図で考えてみるで。まず、一般の空間の上に、上のような集合 A と B があるとするで。この時、それぞれの集合内の点の個数は、それぞれの集合の速度をパラメータとして持つポアソン分布に従うで。特にこの2つの集合は互いに排反なのでポアソン点仮定の定義からそれぞれの集合内の点の個数は独立となるで。これがポアソン点仮定の大雑把なイメージやな。さてこのポアソン点仮定はレビー仮定のジャンプを表現する際に現れたりするで。そして今回はポアソン点仮定を紹介したけども点仮定自体にいろいろな種類があって統計力学などの応用分野でよく使われるで。ポアソン点仮定や点仮定についてもっと詳しく知りたいという人は参考元を読んでみてな。そんじゃ次に進むで。ポアソン仮定の拡張版3つ目は
非政治ポアソン過程というものやで、まず、NT の期待値はラムダ T となるで。つまり、これは T に関する一次関数やね。さて、この期待値の関数を一次関数ではなく、一般の関数に変えたものが非政治ポアソン過程やで、特に、この期待値の関数を一次関数から変えると、定常増分性が崩れることがわかるで。さて、そんな非政治ポアソン過程の厳密な定義を述べるで、数え上げ、過程、XT が、インテンシティ、ラムダ、T を持つ非政治ポアソン過程であるとは、次の4つの条件を満たすものやで。まず、1つ目、ラムダ、T は非不関数で、任意の誘拐集合の上で、化石分とするで、次に、X は A、S に原点出発とするで、3つ目、XT は独立相分性を持つとするで、そして、最後、XT-XS の分布は、関数ラムダを、S から T まで積分した値をパラメータとして持つポアソン分布に従うとするで、定義を見るに、非政治ポアソン過程は、定常相分性をなくしたポアソン過程という感じやね。そんな非政治ポアソン過程はポアソン過程同様に、客の来る人数のモデルなどで使われるで、定常相分性は、直感的には、増え方は時間に依存しないというものやけど、それがないということは、増え方は時間に依存するとなるな。したがって、非政治ポアソン過程は、時間によって客足が変化する客の人数のモデルと考えられるな。他にもいろいろ性質はあるから、詳しく知りたい人は参考文献を読んでな。さて、これで、ポアソン過程の拡張版の紹介はおしまいやで、最後に参考文献を紹介するで、どれも名著ばかりやから、ポアソン過程を調べるだけではなく、確率論の教科書としても、一読の価値ありやで。さて、証明なしで定理を紹介するだけやったけど、25分超えと、だいぶしっかりとした動画になっちゃったな。こんな感じの定理をまとめて紹介する動画も、定期的に出していきたいと思うで。さて、それじゃあ、今回は、これくらいでおしまいにするで。この動画で紹介した性質以外にも、いろんないい性質があると思うから、何か知っている人がいれば、気軽にコメントしてな。そんじゃ、おおきに。